よう汚れとんな。はい、こんにちは、斉藤商会の斉藤です。ご無沙汰しております。別にサボってるわけじゃないんだけどな、うちの編集しよるやつがずっとサボっとんねや。俺は忙しいから別に動画で遊んでる場合じゃないんやけど、たまに出さんと寂しいやんけ。でまた面白いネタもいろいろあるし、また紹介していくわ。ということでよろしくお願いします。さあ今日はね、うちのスタッフが絶賛のカモミールさんのタオルがあんねんけど、じゃ あれがほんまにすごいって言うんで、一回ちょっと本気で試してみようと思って、家の鏡とかあの店のガラスとかを拭いた感じではすごく綺麗になるし、うちのスタッフもタバコ吸うやつがおらんようになったんで、ヤニはだいぶなくなったんやけど、まあお客さんももう吸う人少なくなったんでな、タバコのヤニに関してはだいぶマシになったんやけど、車はねさすがに今なヤニ濃い車もいっぱいあるし、まあ、そういうのもちゃんと取れるのかなっていうのがね、ちょっと試してみたかったんだわ。強音でねちょっと湿度が高くてよくわかるやつがあるんで、これでちょっと実験してみようかなと思って。ちょっと今これ曇りが入ってね、とてもわかりやすいんだよな。これ結構な年式の車で、まあ、古い車なんやけどさ、旧車あるあるで接着剤が蒸発したような何とも言えん曇りがガラスに付着するのよね。新しい車でそんなならへんわ。古い車になるとなぜか油汚れでもないようななんか不思議な汚れが付着するのよ。でそれがまあ濡れ雑巾なんかでやったぐらいじゃ取れないんで、それが取れへんかなと思ってちょっと思いつきでやってみようかなってな感じですよ。とりあえず濡れ雑巾で拭くわな。結構な汚れ方してるわ。これでわかるかな、この白いのわかるかな、取れへんやつ。なんか白いですね。これ、あんま拭いても取れへんのよ。なんなんすか、これがノリですか。分からへん。知ってる人いたら教えてほしい。わかりにくいか。それはさすがに見るの、これで倒せるのかな。これ今ちょっと水で濡らして固く絞ってきたカモミールさんのタオルです。赤みたいなのがすごいんだよ、これ手垢みたいなのが。下は綺麗になってて、上がない。上やばい、めっちゃ汚いですね。下取れた。これへん取れへん。上取れないですね。下はめちゃくちゃ綺麗になった感じですけど、これ取れへんかな。前ね、カモミールさんにね、ノリとか取れないですかって聞いたら、それ用の液剤1回持ってきますって言われたんですよ。この間の紫色のやつか。そうそうそう、あれちょっとやってみようか。やってみます。ちょっとそれ業務用の話になっちゃうけど。これでも売ってないんだろ。製品化してもらえるらしいです。手応えよかったのか。あ、そう。これあのカモミールさんがまだ製品にはなってへんらしいんやけどさ、これも試してみてって言って置いて帰ったやつやんな。一回ちょっとやってみようか。 これ上手強いわ。まあそう、メーカーさんが言わはんねんから間違いはないでしょ。あれもう泡立つとかそんなんじゃない。違うね、そんなんじゃない。なんかアルコール入ってんのかな。そんな気しますね。上どうすか。いやまだまだまだちょっと手強いな。ああこれ手強いわ。あの大して汚れてないところはやっぱ綺麗になるわ。ところがこの上、これなやったら分かるけど見とけよ。ほらこれ分かる。抵抗してる。いやこれ下半分めっちゃ綺麗だった。いや下半分っていうかもう上のこの2割3割を除けばめっちゃ綺麗になったけど、これを取りたい。タオルだけでさすがにつらいのか。乾くと分かんなくなっちゃうんだよなこれ。そこ何なんすかそれ。ここ何なんこれ。これ魔法のタオル。クソ、これが取れたら宣伝なんのにな。
もうちょい頑張ってみようか。いやこれリアルやで、ほんまに。これが現場のリアルなあ。これ別に企業案件欲しいからって俺やってんちゃうからな。なんだった今これの企業案件来なくない。あーもうちょっとや。この辺から上。そうですね。あのそれはカメラでも用意。下はめっちゃ綺麗だった。あのね、このカモミールさんのタオルの何がすごいのかって言ったら、普通のタオルと違ってまず毛が出えへんよな。モケモケな、はい、タオルのあの生地の取れたやつが残ったりするんやけど、それはないね、やっぱりね。もうしっかりとした繊維で溶き残しがないような感じになるんやけど、あミラーはすごい綺麗な、部屋がすごい、あのこれは大丈夫です、綺麗になります。例えばよ、こういう乾いたタオルとかで、まあ、やってすんねやんか、こうやって、はい、まあ、雨の日とか、はい、これな、毛が残ってモケモケが残ってよ、余計とうっとうしいんだわ。その静電気かなんかでこうくっつくねんな。それそれ、これにはね、それはないねん。乾いたタオルで掴んでるめっちゃ綺麗。これはもう、ここは合格点や。もうあとちょっとか、ここなんとかならんかな。この辺だけ確かになんかデラデラしてますね。これは黄色瓶やってやっつけられるんですかね。なまあそれはやっつけられんちゃう。あれもう何でも取れるしな、ね、結論まあ今のところはちょっとした汚れは全然これで綺麗になったし OK、ね、ただまあこの辺の本当にしつこいやつは本気出してやらなきゃダメやね。タオルごときで、水拭きごときでやっぱり取れんな。もうちょっとこれで取れたらすごいのにな。もうちょっとカモネさんに頑張って開発してください。そうやな、しかもタオルだけちごて、あそうですね、秘蔵の液剤使ったしな。もうちょっと頑張ってもらおうか。使ってくださいって言われてたから使ってみたよって感じですからね。何が成分なのか分からへんけど、何も書いてないし。一応このノリが取れるように作ってもらったはずなんですよ。けど叶わず、現物見てないしね、まあ、カモミールさんだって汚れの現物、まあな、汚れのそのレベルに応じて、まあ、このかカモミールさんと連携してちょっともうちょっとええ商品作ってもらおうか。ちくしょう、ほら見てごらん、取れたよって言いたかったのに。まあちょっとここはかなわずか。でもこれはリアルやしゃあないよな。そうですね。もうでもなおかをこれで拭くのはもうやめた方がええな。これ旧車だけですからね、言ってそのこのノリが出るとかっていうの。そうやな、普通の人の車は取れるわけですから。もう大いに30年以上窓拭かれてないような車のやつやな。あれですよね、下手に下の方綺麗になってしまったから余計、余計この辺だけがほら。もうでもこっから下ぐらいもう何にもないわ。こっちの思う通りにはならんわな。ならんかったですね。まあこれ現実ですよね。まあこれ現実やな。まあそういうもんや。ちょっと今日は戦いに敗れた。ケチつけてるわけちゃうしな、俺これに。もうめちゃめちゃこれはいいと思うよ、ほんまに。これの改良版カモミールさん作ってください。よろしくお願いします。はい。まあちょっとした実験じゃないけど、俺もう気になったことなんでな。一回動画残したら思うで。ご視聴ありがとうございます。逃げ切らんわ。